東京大学宇宙船研究所は、東京大学の府研究所で、宇宙船の観測を行い、高エネルギー宇宙を解明するとともに素粒子、物理学を開拓することを目的としている。日本初の全国共同利用研究機関であり、国際共同利用、共同研究拠点に指定されている。東京大学宇宙船観測所が1976年、1956年から、 同じような研究をしていた東京大学原子核研究所宇宙船部の三部門を吸収し、東京大学宇宙船研究所となる。国内に4カ所の観測施設を保有している。また、海外に4カ所の観測拠点を有している。チベットのヤンパーチンの高原、アメリカ合衆国ユタ州の砂漠、大西洋上のスペイン領カナリア諸島ラパルマ。 南米大陸にあるボリビアのチャカルダ屋さんである。東京大学柏キャンパス、乗クラ観測所付き理学部学生の場合、宇宙船観測、または宇宙戦物理学を選択した学生の場合には、本研究所での履修は必須。大学院理学系研究科合格者の場合には、本研究所の研究者を選択した場合は、本研究所での研究履修が可能。 スーパーカミオカンデでの運営、活用で、富山大学と協力する覚書を結んでいる。大型低温重力波望遠ケ計グラにおける、教育及び研究協力などを柱とする、学術連携に関する協定を、東京都市大学と結んでいる。国際連携事業として、各国の宇宙戦物理学者との共同利用も、進めている。ほか、ありがとうございます。